書店員が選んで自分たちが選んだ本を本だからたくさん売ると自分たちの力を見せてやるって、そういうモチベーションが本屋大賞をここまで育てたんですよ。こんにちは、本の雑誌社の杉江です。ただいま2019年4月9日14時半こちら明治記念館にて本屋大賞が発表されます。今回は15周年を記念して本屋大賞舞台裏に潜入してみようと思います。皆さん行ってみましょう。こちらでお土産の袋詰めが始まりそうです。みんな実行委員が手作業で袋に入れます。手がね、私手感覚が早くなった油感で年齢ジョジョに荷物が運ばれてきました。会社から借りていたりする方なので机の下にしまっていただいて、どうかね、あ、ダメですよ、浜本さん、開かない、開かない、あ、うまそう。アスパラがうまそうですね。どうですか、牛ロース肉のグリエ、これはお好きなんじゃないでしょうかね。皆さん、重たいっすよ。結構ボリューミーで、ね、本日のメインディッシュになってる。一番本屋大賞で印象に残ってるのはやっぱりアンベールの瞬間ですね。ものすごく緊張しますよ。15回目まで、無事に来たけど、いつか誰か何かやらかすだろうと。やめて、そういうこと言うの。言うですね、確信を持っています。私は思います。やめて、あの若い子たちにそういうプレッシャーを与えるのは。なんで、なんでプレッシャーじゃないよ。なんかこう、まあいいですよ。それが、ありがとうございます。いやいや、なんか緊張するじゃん。そう、やってる方が緊張するんだと思うんだけど。いや、めっちゃ、ね、見てる方が緊張するんですよ。たまたま今までうまくやってきた。もう大体あの台の上に立って頭真っ白ですから、ね、あの台の上に立つんだもんね、すごいよね。一番高いところに立つんじゃないですか。この、はい、壇上に立つ人の中で。あ、そうですね、初めの話をすると、はい、一番大きいのはやっぱりこれはね、書店員が選んでるってことなんですよ。書店員が選んで自分たちが選んだ本を本だからたくさん売ると、自分たちの力を見せてやるって、そういうモチベーションが本屋大賞をここまで育てたんですよ。それが一番の大きな要因だと思います。すみません、お話を聞かせてください、はい、今ここは何の作業中でしょうか。発掘本のコーナーです、はい、並べております。大賞展示に送られてきたポップがすごいのが見つかりました。すげー、クオリティ高すぎ。すごっ、たくさんの羽子大使。すごっ、すごいね、すごい、後ろまで、あ、よし、草むらブックス、ありがとうございます。これが先生のお手紙、お手紙付き、お手紙、これがポップ、いろんなポップが集まってきてます。ここは大賞作品の展示です。皆さんの愛あふれるポップがこうやって今飾られつつあります。
じゃあこちら展示チームです。はい、じゃあ一言お願いします。どうでしょうか。今年は力作が多いです。じゃあリーダー。今年は展示はすごい難儀しました。力作揃いです。お楽しみにしてください。はい、じゃあ今年の、はい、白川リーダー。イエイイエイじゃない。何か一言お願いします。おかげさまで2019年第何回目ですか、無事開催の運びになりました。本当に三条会員の皆様、全国の書店員の皆様のおかげだと思います。これからがスタートです。どうぞよろしくお願いします。でそれがきっかけになって 本日の仕切りのヒデトさんです。立木さん、大久保さん、ありがとうございました。どうぞ。じゃあどうでしょうか、今日の心境をお願いします。今日の心境、はい、とっても緊張しているんですけれども、まあ、みんな上がった途端にこう誰って思われると思うんですけど、なんとか最後まで挨拶をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。はい、本屋大賞の母、紫藤さんです。何も喋ることがないんですけど。どうでしょうか、今日の心境は。今年もいろいろありますけど、今までのところすごく順調ですね。ありがとうございます。はい、実行委員どうでしょうか。16年ぶりに実行委員に復帰しました、藤坂です。全然変わってないところもあるし、大きく変わってるところもあるので、まあ、初めて、発表会のスタッフとしてちょっと仕事をするので緊張してます。今日はよろしくお願いします。今年の受賞作について一言教えてください。そうですね、なんかバトン渡してくられますね。頑張って発表します。はい、はい、おにぎり美味しいです、はい、毎年子供のおにぎりですもんね。そうです、うん、これ楽しみに。ああ、そうです、美味しいんですね。そのおにぎり、はい、これ食べて1年間頑張れるんですよ。へえ、僕嘘ついたことありません、ね、生まれてからね。はい、だからおにぎりおにぎりの感想じゃないか。国の感想できれば。今ちょっと人が上がってきてます。はい、2019年本屋大賞発表会スタートします。そして現在、大好きなアーティストが読んでいたから私も読んでみたくて探していますと、今まであまり問い合わせもなかったでも若い年代のお客様から翻訳小説の問い合わせを受けることが多くなったように感じます。それでは早速、大賞受賞作品の発表に移りたいと思います。大賞作品は本屋大賞実行委員の内田武氏より発表させていただきます。今日この日を迎えるということは、実行委員僕らにとっては当たり前のことではありません。本当に奇跡の一日だと思っています。奇跡が16回続いているんです。僕ら書店だけで何もできずに、本当にいろんな企業の方で協賛していただいて、スポンサーの方、あとは個人で参上会の方もいらっしゃいますし、本屋を支えていただいているのは本当に読者の方、お客様であったり、あと書店員の方ですね、今日も、遠いところからですね、お手伝いに来ていただいたり、いろんなスタッフの方が応援いただいてこの日を迎えられています。これは本当に毎年の奇跡なことだと思っています。ですので、本当にこの16の歴史を言いますと、書店であっていろんな事情で書店が続けられなくなったり、という方もたくさんいらっしゃいます。いろんな思いを込めまして、今日の発表に移りたいと思います。また来年以降もこの奇跡が毎年続きますように、それから、いろんな方、支えていただく方、いろんな方への感謝を込めまして、平成最後の、ご案内の発表に移りたいと思います。それでは内田さん、引き続き大賞作品の発表をお願いします。はい、大変お待たせいたしました。
それでは発表いたします。全国書店員が選んだ一番売りたい本2019年本屋大賞、大賞作品は瀬尾舞子さんのそしてバトンは流れたです。絶賛発売中。絶賛筋肉。
ないものが痛いですよ。札を持ってて水野先生が痛いですよ。男性の方ね。もうそう、それで OK。 はい、はい、腰が痛いです。はい、いただきます。はい、1、2、3。このシーンですか。はい、このシーンですか。これでお手伝いいただいているミュージック記念館の